毎度、ゆっくりこすずです。ゆっくりまみぞうじゃ。今回は2021年度京都産業大学の高校別合格者数を発表していくよ。一般入試分のみじゃ。まだまだまみぞうさんに頑張ってもらうよ。じゃあ発表していくよ。第30位桃山高校、三島高校。第29位玉川高校。第28位月の木高校。第27位寝屋川高校。第25位西洋高校、須磨東高校。第23位嵯峨野高校、上昇傾向学園高校。第22位関西大倉高校。第20位小松高校、平城高校。第17位森山高校、南陽高校。高松桜井高校。第16位洛北高校。第15位利根山高校。第14位水口東高校。第13位大津高校。第12位米原高校。第11位西脇高校。第10位城南洋装高校。第9位金沢桜ヶ丘高校。第8位石山高校。第7位東大津高校。第6位草津東高校。第5位大谷高校。第4位鳥羽高校。第2位八日市高校。紫野高校。第1位山城高校。以上、京都産業大学の合格上位高校でした。最後までご視聴、ありがとうございました。